8月24日、福島第一原発のアルプス処理水が海洋放出され始めたことに対して、中国が猛反発をしています。日本からの水産物の輸入を全面的に禁止し、中国の食品業界も日本製水産品を加工、調理、販売するのを禁止しています。中国ではですね、反日感情が高まって、日本大使館にレンガが投げ込まれたり、日本企業が嫌がらせの電話をかけられたりしていまます。日中関係は氷河期に戻っててししうのか、解説をしていきます。 皆さん、こんにちは。楽天証券経済研究所、極限研究員の加藤和です本日もよろしくお願いします。本日はですね、ここ最近、おそらく日本のメディアなんかでも、かなりこう盛り上がっているというのはこう、若干こう沸騰しているという感じだと思うんですけれども、福島第一原発の処理水問題、処理水の放出問題、これで結構ですね、日本と中国との間の関係が厄介なことになっていると。で、まあ テレビなんかでもですね映像で中国における日本大使館にですねレンガが投げ込まれたりとか、あるいはその中国における日本の企業がこう嫌がらせの電話を受けたりとか、まあ、そういったですね映像だったり記事、ご覧になった方もいらっしゃるという,ふうに思うんですけれども、まあ、本日はですねタイトルとしては日中関係氷河期に逆戻りかと処理水の放出問題で再燃する反日感情と経済への懸念ということでお送りしていきたいというふうに思います。まあ、仮にですねこの動画 面白いと思われた方はですね、ぜひチャンネル登録、そしていいね、押していただけると、大変幸いでございます。えー、本日もパートワンとついていきます。えー、パートワンはですね、アルプス処理水放出を決定した岸田政権と各国の反応と。パートツーとして、中国は反発、香港も同調、パートスリーとしては。再燃する反日感情と懸念される経済活動への影響、ということでお送りしてまいります。お付き合いください。<music> はい、早速パートワンですけれども。 若干ですねバックグラウンドというか背景を振り返ると、8月24日に日本政府が福島第一原発、アルプス処理水の海洋への放出を開始をしました。その前にですね原子力の分野で専門的な知見を持った国連組織である IAEA ・国際原子力機関というのがありますけれども、ここからですねアルプス処理水の海洋放出について、国際安全基準に合致しているということを結論付ける報告書が7月の4日に公表されました。 まあ日本政府としてはそれを受けての措置だったというふうに言えます、えー、まあこれを受けてですね EU 欧州連合やスイスノルウェーアイスランド は日本産産のの水産物輸入ににしししてきたた規制とといいうううものを撤廃するというふうに発表しました EU はですね日本のこれまでの取り組みというものを評価する一方で福島第一原発にたまる処理水を薄めて海に流すという計画を念頭に日本政府に対してですね国内の放射性物質の監視モニタリングをしっかり続けるように求めていると実際にこの報告書を発表した IAEA もですね放出中放出後についても長年にわたってアルプス処理水の海洋放出 の安全性確保に関与する監視していくというスタンスを堅持しているということですよね IAEA、e、からお墨付きをもらって海洋への放出が実現してしましたとただそれで終わりでは決してないということはですね間違いないですし日本政府だけじゃなくて地域社会関連業界そして我々一般の国民も含めてですねこのまさにこの311東日本大地震を経てですね多くの方が被害に遭いましたしなくなりましたよね まあその際にこうまさにこの福島の原子力発電所 もうやはりこの福島というですねこれ横文字で世界的にこう、まあ、いろんな意味でこう有名になっていった言葉ですけれどもやはりその福島の悪夢というものは決してですね終焉したわけではないんだろうなというふうに思います、えー、私自身ですねこの肝に銘じて発信行動していく必要があるんだろうなというふうに感じる今日この頃ですけれども実際にこの日本に近い韓国台湾もですねこの IAEA というまあ専門家集団が提示したまあ科学的根拠を尊重しますというふうに言ってる 一方で、日本が国際的な基準に合致する形で放出を行う、続けるようにモニタリング、促していく必要があるだろうなという立場を保持していると、まあ、その上で、ですね日本からの水産品の輸入に対しては、一定の規制を維持していくと、まあ、そういうスタンスを取っているということですね。 はい、ここからパート2に行きますけれども、そんな中、日本政府の決定と行為に対して断固たる反対を展開しているのがお隣の中国であると、実際ですね、このアルプス処理水を核汚染水というふうに定義して、ですね、管制メディアを含めて、この核汚染水という文言で、日本政府の決定がいかに危ないかに関して、ネガティブキャンペーンを張っているというのが現状です。実際にですね、あの中国政府はいろんな形でこう日本を批判、牽制してきているわけですよね。 やはりその一番典型的なところというのが、このまさに8月24日、その日にですね中国の税関当局が日本全国からの水産物の輸入を全面的に禁止したと、翌日、市場管理する国家市場監督管理総局というところがこの輸入だけではなくて、中国国内の食品業界に対して日本の水産物の加工、調理、販売を禁止すると、こういうですね結構突っ込んだ規制を出したわけですよね。

当然ですねあの、中国外交部だったり、中国の日本大使館なんかも含めて、ですね日本の大使館だったり外務省に対してですねこの抗議をしていると、日本は直ちにこの海洋放出をやめるようにみたいな、ですねそういうまあ要求というか、えー、批判をですね連日のようにしてきているとで、そして今に至るというのが現状だというふうに思います。例えば、8月の22日にタルミ秀夫オ中国大使を呼び出した孫英と中国外務次官がですね、 呼び出した際ににでですすねねこういういう言ってるんです、ね、日本政府は国際社会からの強烈な疑念と反対を無視して福島の核汚染水を海に排出することをかたくなに発表したとこの行動は中国を含めた周辺国家国際社会に核汚染のリスクを転嫁するものであると相当こう厳しい口調で言っているというわけですねその上で中国の外務報道官外交部の報道官は日本政府を主語にですね6つのしていない 日本政府はこれこれをしていないというあの文脈でですね6つのことをやってないというわけですね、口頭で申し上げますけれども、海へ、海洋へ放出するに関して決定の正当性、合理性を証明していない。 河口潜水の浄化装置をめぐる長期的な信頼性を証明していない河口潜水をめぐるデータの真実性正確性を証明していない海への放出が海洋環境や人類の健康安全に無害だということを証明していない観測方法をめぐる十分性有効性を証明していないステークホルダーまあ、利害関係者との十分な協調対話をしていないと まあこういうですね非常にこう強烈な言葉で、えー、まるで韻を踏むようにですね日本の行いを批判してきているということです。あの当然、日本政府としてはこれらの批判というのは知っている、一方で中国の批判というものも科学的根拠に欠けるものであるということで反論をしていると、ですから今のところですね日中当局の間の議論というか、ですねこの批判の応酬というものは平行線をたどっていると、合意というかですね交渉、対話を通じての 決着というのはで、すねななかなか現時点で、はは難しいいいんじゃないかなかとううふうには思っていますそして、ですね私がある意味、もっとこう危惧していることがあって、それは、中国中央政府が堅持するこのスタンスというのが、香港政府にまで波及しているという点ですよね。実際にこの8月24日の処理水の放出を受けて、香港政府、まあ、マカオ政府もですけれどもはです、ね、日本全国各地ではないものの、まあ、福島県や東京都など、10の都道府県からの水産物の輸入を禁止するというふうに発表しました。 で私自身、ですね、まあ、以前もこの動画でもご紹介したことありますが、2018年から20年まで香港に住んでました、えー、率直に言って、ですね香港ほど日本の食材や商品が市民の日常生活まで普及していて、そしてこの市民が日本食に親しみを感じている地域というのを私は見たことがないです、まあ、ある意味、ですね香港っていうのは世界一親日的な社会だというふうに私は思いました。 まあその観点からすると、現状というのは、有料に値する状況なわけですけれども、あの日本の農林水産省の統計によればです、ね、昨年、日本から香港への水産物の輸出総額というのは755億円で、中国本土871億円に続く2位の輸出先となっていると、人口750万人の香港が、人口14億人の中国本土に近い額の水産物を日本から輸入しているわけですから、この日本の水産物がいかに香港社会に浸透して てるかっていうのがわかるというふうに思います。で、日本の水産業界の打撃というのも当然あってですね。その昨年の先ほど紹介した中国本土、香港に輸出された水産物が 日本の水産物輸出総額に占める割合というのは、それぞれ22.5%と19.5%で、香港、中国だけで42%に達しているわけですね。そう考えると、やはり今回の中国の金融措置、香港の輸出規制というものは、やはりですね、この日本の水産業界に与える影響というのはあるんだろうなと、インパクトというのは決して小さくないんだろうなというふうに私は思います。 特にですね、2022年に物議を醸した国家安全維持法というですね、法律が施行されましたけれども、まあ、その後ですね、政治や外交で中国政府への同調を求められてきた香港政府ですけれども、まあ、今回の措置というのは、その典型だというふうには私は思っています。まあ、香港というのはですね、引き続きアジア有数の国際金融センターであり、ビジネスハブということですけれども、まあ、そんな香港が北京化していくというこの状況というのは、アジアを舞台に。 ビジネスを展開している日本企業にとってもリスクになるんじゃないかなというふうに思ってます。日本と香港との関係という意味でも今回の処理水の問題というのはまあ一つの懸念事項になっているということですよね。はい、ここからパート3にいきますけれども、まあパート3はまあ再燃する反日感情と懸念される経済活動への影響ということですが。 この日本政府による処理水放出の開始、そして中国政府による猛烈な反発というのを受けて、中国国内ではですね、再びこう反日感情っていうのが再燃しているように見受けられます。ここ数日、まあまさに先ほどボートル申し上げたように、日本人に対する嫌がらせの電話が相次いだりとか、日本人学校に石が投げ込まれる、えー、卵が投げ込まれる。 大使館にレンガが投げ込まれると、まあ、そういった状況が続いているということですね、まあ、それを受けて、ですね北京にある日本の大使館は、在留邦人に対して、外出時に不必要に大きな声で日本語を話さないようにするなどといったですね慎重な行動を呼びかけていると、まあ、大使館がこのような警告を出すこと自体、異常事態じゃないかなというふうに私は思っています。実際にですね私 問題を引き金に、北京や上海といった大都市で、まあ、そう中心にです、ね、いわゆる反日デモ運動が吹き荒れました、実際、私もです、ね、目の前で日本の飲食店や日本車がデモ隊に襲われるといったです、ね、場面を目撃してきました、自らが日本人であること、えー、日本語を話すことで、えー、道端で殴られるんじゃないかとかです、ね、差別的な扱いを受けるんじゃないか、まあ、そういった恐怖というのを感じたのを、まあ、本当にこう昨日のことのように覚えていると、まあ、覚えているというよりは思い出しているというのが、えー、正しいですね。 でまあ、今現在、中国で生活している日本人、私、今現在は中国にはいないですけれども、中国で生活している日本人、えー、および日本関連の事業に関わっている中国の人々というのは、やはり同じような恐怖を味わってるんじゃないかなというふうに思いますよね。中国における日本料理店では、お店で出している刺身とかおす司がです、ね、日本産ではないことを必死にアピールしているといった現象も散見されると。 あのかなりですねこう日本料理店では日本からこのお魚新鮮なお魚を輸入できないということでこの代替品を探さなければいけないと当然、悪戦苦闘しますし客足も遠のいているという話も聞こえてきます。ですからですねこの辺はあの中国における 日本ファンを、日本の商品、日本の料理、まあ、そういったものをです、ね、に対して親しみを感じてくれてきた、そういった方々を、ねあのー、逃がしてしまうというか、まあ、そういった懸念、日中間の相互理解、えー、国民感情という意味でもですね昨今の状況というのはリスクなんじゃないかなというふうには、えー、思っています。 言うまでもなくですね、反日感情の再燃というのは、日中の経済、ビジネス関係に不可否的に影響を与えるということだと思いますあの。実際、昨今の水産物、水産品だけではなくて、他の業界、商品、まあ、アパレルとか家電製品とか自動車とかですよね、まあ、そういったところにまでに日本製品ボイコットみたいな運動が波及する可能性というのは、私は十分にあるというふうに思っています。 解禁された後になっても日本に観光旅行に行くことをやめるというこういった中国の方5万と出てくるというふうに思いますですからあのこれはですね非常に悠々しき事態なんじゃないかなというふうには思いますよね。と同時に中国でビジネスを展開する日本企業が中国政府企業世論 地域コミュニティから嫌がらせを受けたりですね、場合によっては、昨今、反スパイ法の観点から懸念される法人拘束リスクというものが上昇したりと、まあ、そういった事態も十分に考えられるということだというふうに思います。つまり、中国における反日感情運動というのは、日本経済にとっても切り離せない関係にあるということだというふうに思います。 私自身ですね最後になりますけれども今回のこの処理水の問題もちろん処理水の問題が日本にとって中国にとってこの地域世界にとってどれだけ大きな問題なのかということは当然受け取る側によって違うでしょうし分析する立場によって違うというふうに思うんですけれどもやはりですねこの過去20年ぐらい中国と付き合って中国を見てきた立場からするとこの「反日」あんまり「反日」という言葉が正しいのかこの言葉が独り歩きすることが どうなのかいろいろ考えるところはありますけれども、かなりですねこのまずい状況に陥る可能性がある、まあ、まずい状況というのは、中国においてこの処理水の問題がトリガーになって、引き金になって、中国全土で反日的な感情、運動が高まっていって、もう日本と中国の間でですねもう付き合えないと。 えー、そういうですね雰囲気が醸成されてしまうと、これはですねこう中国経済にとっても、日本経済にとっても、この地域の経済にとっても、えー、非常にこうネガティブな悪循環を招いてしまうんじゃないかと、まあ、それだけのリスクというか、えー、不安要素を抱えた、まあ、今回の処理水放出問題をめぐる日中間の攻防なんだろうなというふうに思いますので、あの私自身です、ね、でこれ、日中関係を曲ままがりなりにも見てきた人間として、しっかりとウォッチをして、 ですね、自分なりの、えー、分析発信というものを続けていきたいなというふうに、えー、考えています、はい。楽天証券の投資情報メディア、投資ルがお送りしております、えー。仮に先ほどの私の話、少しは考える機会になったなと思われた方はです、ね、ぜひチャンネル登録、そしていいね押していただけると大変幸いでございます。まともにかかります。ご清聴ありがとうございました。